はい、どうも、ナオチンです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は隠しキャラクターをゲットしましたので、紹介していきたいと思います。この動画には、ネタバレ要素が含まれています。もしも、隠しキャラクター、自分で探したいなっていう人は、注意してください。では、行きますね。何の隠しキャラクターが出たかというと、この子が仲間になりました。はい。ニャゴスですね。仲間になるんだね。で、仲間になった時のレベルが15です。15の時に仲間になりますね。結構ね、仲間にするには手間が必要です。旅人クエストの、ニャゴス編ですね。これで、5だわ。うん。5個のクエストをクリアしないといけません。なので、ニャゴスのクエストが出たら、もうすぐにね、受けておいた方がいいです。ちょっとね、時間かかるやつとかもあるので、最初に受けて、徐々にやっていけば、クリア前にはいけるのかな？どうだろう？クリア後しかできないのかな？そこはちょっとわかんないんですけども、まあ、とにかく最初のうちから、クエストを受けておいた方がいいです。で、ニャゴスは、多分強いと思います。多分強い。わかんないけどね。能力値もまだ27だから、ちょっとわかんないんですけども、特技がね、攻撃もあるし、ベホマラーもあるんで、かなり使いやすいキャラクターではないでしょうか。で、ハイジャンプのやつが、俺スライム系を入れてたんだけども、これはね、ニャゴスに任せてもいいのかもしれない。うん。まあ、99まで上げてみないと、ちょっとわからないんですけどね。まあ、とりあえず、ニャゴスを上げていきましょう。そして、モンスター図鑑で、一個気になることがあったんですよね。ニャゴスの図鑑を見てみると、特技1個、ハテナハテナハテナなのよ。で、ニャゴスは多分、この1回しか仲間にならないと思うので、多分レベルを上げていくと、覚えるのかな。で、ベホマラーの次だから、ベホマズンかな。ベホマズン覚えるんだったら、めちゃくちゃ嬉しい。うん。やっぱ回復量が全然違うんだよね。今、ベホマズン使うキャラクター入れてるんですけども、一発で1500ぐらい回復するので、めちゃくちゃいいんだよね。ベホマラーは多分、そんなに200かそんぐらいじゃない？回復できて。なので、やっぱベホマズン覚えてくれるならいいな。まあ、レベル上げてみないとわかりません。ちょっと、50ぐらいまで上げてみましょうか。進んできまして、レベル90の階層まで来ましたね。多分、99の階層になる頃に、50にはなってるんじゃないかな。確かね、レベル60ぐらいまでは上がりやすかった気がするのよね。なので、おそらくだけども、もう上がるんじゃない？まあ、わかんないですけどね。まあ、途中でメタル系がね、出てきてくれれば、もう確実でしょうけど、あれ、メタル系の出る確率を上げるやつとかないのかな？経験値をね、アップさせるアイテムはあったんだけども、メタル系のね、出現率を上げるやつっていうのは、まだ見つけてないんですよね。アイテムドロップ率アップとかもね、結構使えますよね。でも、かなりレアだよね。かなりレアな能力。できればね、メタル系ほんと出ないんですよ。おそらく、もう、9時間ぐらいは、ここを周回ずっとね、やってたんだけども、出たのがね、3回なんだよね。3回。だから、やっぱりかなりね、確率が低いんだよね。でも出てきたらね、本当にね、速攻レベル上がるんで、美味しいんだよね。できれば、そういうアイテムがあればいいんだけどね。アイテムっていうか、あのメダルね。メダルの能力。何が持ってるだろう、持ってるとしたら。メタキンかな？
メタキンの虹は1個持ってるんだけども、それはね、そういう能力がついてないのよね。何につくんだろうな。あのジュエル系かな。あ、でもジュエル系も持ってるけど狙われやすいとかそういうやつだったもんな。わかんないもんだね。まあ、とりあえず進んでいって出てきてくれればラッキーかな。で、99のボスを倒したら帰ってみてもいいかもしれないですね。うん。そしたら多分もう60ぐらいにはなってると思います、おそらくね。確か上がりやすかったんで。なんで行きましょう。もうこれ本当最初の頃はさ、レベルが60代とかそんぐらいでこの90階層とかに来た時は地獄だったけどね。もう敵の攻撃ひどいやつを一発食らえば即死みたいなのがあったんだけども、さすがにレベル99になるとそれはなくなりましたね。うん。まあ、レベル99のやつらの時は、半分ぐらい一発で食らうやつとかはあるんだけども、まあ、即死っていうのは、あんまりないのかな。いや、でも、めちゃくちゃ強いやつに当たったりするとはあるかもしれないよね。はい、ボスです。キラパンか。普通に行きましょう。で、今ね、虹のメダルを結構探してるんだけども、そのお目当てのやつがなかなかね、出ないっすよね。お目当てのやつはやっぱりなかなか出てきてくれない。99のやつも余裕だね。余裕です。で、ちなみに、虹コインは、あ、コインか。結構ね、集まったんだよね。結構あるでしょ。うん。そこそこ。30枚、40枚ぐらいは集めましたね。まあまあ、まだまだですけども、もう少し集めていきたいところですかね。うん。あ、メタ金はそうか。金だ、俺が持ってるの。うん。あ、じゃあメタ金の虹はなんかワンチャンあるかもしれませんね。はい。まあ、とりあえず、戻ってレベル見てみましょうか。このレベルがね、他のキャラクターのレベルが見れないっていうのが嫌だよね。うん。ちょっと戻ってから見てみましょう。それでは戻ってきました。60ぐらいまで上がってればいいんだけども、どうでしょうか。いやー、残念ですね。レベルが52。です。60ぐらいまで行ったかなと思ったんだけども、52まででしたね。で、特技ってやっぱりこれ最初持ってるやつからは変わんないよね。変わんないんだよな。ならば、ベホマラーか。まあ魔力が高ければ、なんとかなるのかな。で、52でこれか。多分99で魔力が、300ちょっとになるかな、素の状態で。それならば、まあまあまあ、使えるかもしれませんね。そして図鑑の方も、やっぱりここね、ハテナなんだよね。ここが何か知りたい。多分、ベホマズンだと思うんだけど、どうやったら覚えれるんだろうな。まあ、まだ52なので、これが99になった時にどうなるかですよね。まぁ、ちょっとそこまで何とか上げてみます。はい。ということで今日は隠しキャラ、ニャゴス、レベルを上げてみましたけども、ちょっとね、わからない。わからないです。で、おさらいですけども、ニャゴスを入手するためには、クエストですね。クエストの旅人。で、ニャゴス編。これを全部クリアするというのが条件となっております。結構ね、最初の方からやっていった方が、いいです。結構めんどくさいやつがありますので、ストーリーをクリアしつつ、クリアしていくっていうのがいいですね。まあ、最初の方から受けてみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ニャゴスいた。